モンスター銀河の一つ EQJ1054 プラス023435モンスター銀河とはスターバースト銀河の一種であり特に初期宇宙にあるスターバーストが激しい銀河を指す銀河系などの成熟した銀河では年間で10個程度の星形成が行われている一方モンスター銀河では数百倍から千倍もの星形成が行われている 大質量性が多い上に極めて明るく将来的には巨大な楕円銀河に進化すると考えられている。モンスター銀河は存在する時代が非常に若いことが特徴的である。これは初期宇宙での銀河の進化がどのように行われているかを考察する上で非常に重要である。また普通のスターバースト銀河は銀河同士の衝突や接近遭遇など 銀河同士の相互作用によって、スターバーストが起こっている場合が多いが、モンスター銀河は単独でいる場合が多い。これは、星の材料が、初期宇宙には多いからという単純な理由による上、それ以降の時代における、スターバースト銀河の特徴である、銀河同士の衝突による、スターバーストが、むしろ少数派であることを示している。一方、モンスター銀河は、 初期宇宙という空間が小さな時代に大量の銀河やガスが衝突した結果生成されたという予想もある。モンスター銀河は2011年現在で1000個ほど発見されている。その分布はライマンアルファ線を放出する若い銀河の分布と一致していることが判明している。距離は90億光年より遠方にあり宇宙誕生から40億年より前である。 最も古いモンスター銀河は、地球から123億光年先にある、宇宙誕生から14億年後の銀河 EQJ1054 プラス023435である。モンスター銀河は大量のゴミやガスをまとっているため、恒星から出る紫外線や可視光線を吸収、遮断してしまう。そのため、通常の観測方法では、距離も相まって暗すぎて、 観測には不向きであり、紫外線や、可視光で、ゴミが温められたことによって発せられるサブミリ波を、介して観測される。ABCD 初期宇宙のモンスター銀河の王、オロチ。国立天文台 ABCDEF123 億光年、カナタのモンスター銀河を発見。愛媛大学 ABC115 億光年カナタに、爆発的星形成銀河の集団を発見アスて 望遠鏡が描き出す初期宇宙の暗黒モンスター銀河たち国立天文台、ハーシェル・ペインツニュースストーリー。オブ・ギャラクシー・エボリューション・ミエサ初期宇宙にモンスター銀河の群れを発見、アストロ・アーツ・ハット・ ABC ・スーパー、スター・バースト・ギャラクシー・ナサ・ハット、アストロノーマーズ、ゲット・シャーペスト・ビュー・エバー・オブ・スター・ファクトリーズ、インディスタント・ユニバース・シエフェ。ありがとうございます。